朝早くから、お集まりいただきありがとうございます。調布チャリティーウォーク、実行委員長、南條勉です。本日はですね、フェスティバルコースという新しいコース設定と、まあ、通常のロングコースという形で、チャリティーウォークをやりたいと思います。歩くことの参加者の参画が地域の NPO 活動等の指揮に回るという形で、全民全体の社会というのを作りたいということでやっております。はい、それでは第8回超チャリティーウォーク、ただいまからスタートさせていただきたいと思います。皆さん、お気をつけて、いってらっしゃいませ。交通ルールは必ず守ってくださいね。信号、横断歩道を渡る子どもたちもよろしくお願いします。無理しないようにね。ない道がいっぱいあって良かったです。